じゃあ灼熱の由比ガ浜で超ハードなトレーニングの後はしっかり栄養補給。それでは乾杯。乾杯。ありがとうございました。よし。うまい。さすがだ。じゃあこれ向こうからでいいのかな。うまい。うまい、うまい、うまい。いただきます。うまい。うまい。赤身です。赤身だね。今回この公開練習を行って、実際どうですか、今のコンディションであったり、今の心境という部分は。公開練習に限らず、今暑いじゃないですか、日本でも。そんな中で、まあこのやっぱ G1 を想定して、まあ、その暑さに耐える練習、例えばね、灼熱の多摩川を思いっきりランニングするとか、灼熱の道場でいろいろ体を動かしていけるとか、重いのをバーッと上げるとか、そういう練習ね、毎日やってる中で、まあ、ここ数年で、その一番いい状態が作れてる。暑さもそんなに暑く感じないで、逆にその暑さの中、汗を流すことがすごく心地よく感じますし、でそのね、そうやって汗いっぱいかいてるから重いものもね、そのガンガン上げてる中で、やっぱ上げる、ね、バーベルの重さの重量がやっぱちょっと上がってきてますよ、ね、だから熱いと感じないんですよ、はい、逆にその体がその自分の意思に反して動きたくてしょうがない、だからとてもいい状態作れた。最後の中盤で一回意識、まあ、最後の G1 っていうか、まあ、特に意識してるわけじゃなくて、周りの見方がやっぱりね、長田選手が今日もこうやって公開練習、別にもう公開練習なんか今新日本プロレスね、黙っててもね、お客さんいっぱい行ってくれるとか、そういう風な状況まで行ったんでね、別に僕の公開練習はもういいかなって思うんですけど、やっぱこれが一つの、まあ、ラストなんで、夏の一つの風物詩、見納めという形でね、皆様が期待してくれたというのは、本日、この由比ガ浜でね、それをやることに至ったわけですけど、まあ、やっぱり周りの見方、ね、ファンの方ですとか、関係者の方が最後の自分というところで、ね、すごくなんか、僕に、ね、後押しというか、背中を押してくれてる部分があります。僕がその普通にその、この G1 に向けて体調を整えることがいい形で追い風も重なって、その体調作りとかね、自分のテンションをやっぱり持っていく上でいい追い風になってます。世の中の追い風というのは。初戦が吉田さんで、はいはい、まあ、吉田さんの元上に効果練習を受けて、打撃の練習。田中さんを意識して、これ意識してる、まあ、出したいと思います。キックボクシングの公開練習、彼にとってはその一つ新記録としてね、世にアピール一つ、アピールできる一つ、まあ、自分を変えるきっかけという部分で、キックボクシングはいいですけど、こと世間に押し出してアピールする上ではちょっと弱いから、やっぱり僕が最初に公開練習やったって、自分のことよりもまず自分が何やったら世間にインパクトを持ったか考えて、やっぱり僕が公開練習始めたっていうのは、
その G1 クライマックスですら、その最終戦すらお客さんが入らない時期だったので、とにかくそこにお客さんを入れなきゃいけない、世間の目を G1 に全て向ける、そういう使命感のもと、ああいうある意味へんてこなことをやったり、奇抜なことをやったり、なんでこんなことやって、意味不明なことをやったり、そういうことを考えてやったり、まあ、吉田氏君、自分をやっぱり高めるところでまた精一杯だと感じます。だからその自分のことで精一杯で、会社というかその G1 クライマックスを世に広めるところまで考えがいってないから僕から見ちゃう。でもそんなことしなくても、ね、まあ G1 クライマックスの世の中すごく注目されるイベントですから、もうそんな心配いらないのかもしれないですけどね。でもやっぱりもし本人が柱になる選手と将来柱に新日本プロレスの大黒柱になりたい、なれるような選手になりたいのならば、そういうこともそろそろ考えたほうがいいと思います。まあ、ある意味長津さんがこの G1 前の公開練習の流れをもうこの10年ぐらい作ったっていう時期です。普通のね、例えば、まあ、キックボクシングとかね、なんかの練習ってのは、自分のことだったらいいんですよ。まあ今はね、もう黙ってても、本当に公開練習なんかやんなくたってね、山手線に G1 クライマックスっていうね、広告が出してもらえる時代ですね、ぐらい会社が素晴らしくなったので、必要ないかもしれないですけど、そういう部分では、まあだから今の選手だと、会社のこと考えて、自分のことだけ考えれば、いい風になって、選手にとって非常にいい風ですからね。僕も僕の練習ってあんまりね、もうそういう意味で世の中にアピールするのは終わったかなと思ったんですが、そうは生かしてくれなかったんですけど、やっぱり永田裕二の僕の練習、黒口になってしまった。そこはやっぱり苦しい時に自分がいろいろやってね、やって少しでも会社によって新日本プロレスに注目させたいと思うのでやったことが実を結んできた。田中さんがいろいろ奇抜なことをあれからやってくれたから、はい、普通の吉田さんとか菊池君の練習でも逆にいい時代で、そうですね、やっぱりマスコミの人が注目されて、まあ、そういう僕らの下地の上でね、まあ、若い選手が自分のどんどんアピールできる土壌にしてきたっていう上では、まあ、それは僕は19回で、今年で19回目ですから、それで G1 クライマックスを毎年盛り上げてきて、一つの下地を作り上げたなという自負はあります。来年以降は公開練習でどうなったんですか？いや、それは若いやつが任せます。コーチ役でこういう公開練習をした方がいいみたいな。どうでしょうかね。だからまあ来年以降っていうか、僕はやっぱり今回最後にしようって思ったきっかけってのは、僕は自分の自らの手でね、この業界に引き入れたから、僕はとか北村やっぱ入ってきて、まだデビュー、今年デビューしたばっかりでね、連日その試合しながら試行錯誤したりね、うまくいくことはうまくいくし、失敗するとこは失敗する中で、やっぱり彼らがもし G1 に出たとしたら、突発的になんかすごい選手になって、すごい選手、すごいことやって、なんかいきなりなんか階段を駆け上がっちゃうんじゃないかという可能性があったので、そういう可能性に期待してね、将来期待して、まあ、今回最後にしようなんてことを考えたら、より大きいので、でも来年はぜひこの2人には出てほしいし、ね、その時公開練習を自分たちが、ね、なんか俺に求められてもそこは自分で考えたんですよ。でも公開練習の内容を考えることも苦労としていきたい。自分を高めることイコール、この G1 クライマックスをいかに注目させるか、本当のエースとか柱になる人間とか、それが必要なんですよ。でそういう公開練習を組んで、ね、揶揄されたり、ツッコミ入れられることが、それこそやっぱり本当の柱というか、エースの人間のエース。人間として成り立っている大きなことやってきて、周りあなたこと言いますよ。それはでも中心だから言われるわけで、中心中だから言われない。
そういうことでやっぱり、まあ、身近に今日パートナーで呼びましたけど、そういうことをちょっと学んでもらえればね、肉を食うばかりではなく、こういうやってるね、意義をもっと組み立ててくれれば、ね。連続出場というのは最多記録ということなんですけども、はい、長谷さんにとってその G1 という大会自体はどういうふうな大会だというふうにお気持ちとしてはおありでしょうか。まずやっぱり19年間、今回はまだ分かんないですけど、今まで18年間、あの夏の一番暑い時期に一番過酷なシングルマッチの連戦を戦ってきたわけですけど、その中で一度も欠場することなく、そして大きな怪我をすることなく18回できたというのは、やっぱりその自分の強さや自分のその、ね、体調の作り方、そういう全てにおいて自分のベストとしてなんですよね。また優勝のベストとしてよく頑張った。だからこそ今年もね、もちろん最後に怪我一つなく完走して、そして栄冠を勝ち取る。やっぱりこの G1 ってある意味新日本プロレスの中での出来事かもしれないですよ。そうやって過去にね、新日本で初戦失礼、新日本プロレス大のただの運動会だったような選手も外から選手もいましたけど、でもそれは業界随一のとてつもない過酷なリーグ戦なんですよ。それを18年間やって、今年19年目にチャレンジするわけですから、それが完璧な状態で終わらせて栄冠を勝ち取るということに、すごくその納得感を第一人者の意義を感じます。19年やってきた中で特になんか印象深かった G1 とか、武士の試合でも結構でしたとか、あの試合とかでもいいんですけども、なんか特に印象深かったことを振り返ってみて、終わりでしょうか。19年間、今年も含めて。2001年に自分が優勝した時ですからね、あの時はそれこそ今僕が彼らに期待してるような若い選手がね、ああいう舞台に立ってるのか、その参戦前の力以上のものが出るんですよ、ね、それで自分のステータスを上げて自分の強さを宣言してきたっていう上で、やっぱりいきなり出て3回目でね優勝したっていう、でそこで G1 クライマックスで優勝することで、これだけ世間の恩恵というかね、いろんなその見返りというか、世間に対する世間から長田の優位を見る目が変わってきたから、すごく感じて、一番印象深いったら優勝していいですよね。それもう一回味わいたいな。今年の大会で楽しみなことって、まず優位選手が書いてもらいたいなと思うのがあるかと思いますけど、どの選手がだからその日々戦う参加する選手一人一人って、永田裕二の痛さ、怖さ、強さ、そういうものをフルに見つけてやろうと、それに彼ら耐えられるなと思って、やっぱ G1 は過酷だ過酷だって言われますけど、実はここ最近やっぱりね、本当にスケジュールになってて、僕的にはね、うまくその、まあ、余裕ってわけじゃないですけど、これだったらこうすればいいなっていうのが案外自分の中出てくるんで、あんまりそういう風には感じないですよ。優勝ならではの戦い、そうですね、別にダイナミックとかじゃなくて、フルサイズしながらもうオンとフルを切り替えして、切り替えながら戦い抜くっていう、
抜けるっていう体力と視力が自分にあるんですよ。でそういう中でやっぱり他の選手がね過酷だっていうほど僕は強くなってます。そういう長手選手がやっぱり強いと自分自身思います。女性ファンの女性中出てないんだよ。本当の素晴らしい大会です。栄光の大使を卒業するって一緒ね。まあ僕はもう G1 クライマックスとして世間に長手の強さ、凄さ、しぶとさっても十分アピールできてるんです。知名度っていう上でも十分アピール。 G1 に頼らなくても自分の健康ぶりはいくらでも見せれると、そういう自分もあります。だってここ数年ね、何年も特に、まあ、去年はあれだとタイトルマッチ取るんで出る機会もなくて、結構負けたりなんだかんだしてて、それでも今だけ長手陣でもう一度 IWGP を、ね、挑戦してほしいって声がなくなりませんから。そういう中でね、だからそれだけ、それは日々の本当にこいつらと戦ったり、他の若いやつ試合で戦ってる中でそういうコンディションを見せる、まあ、ある意味自分のやつですよね。歌謡界というレコード会社それを卒業した卒業ねするって本当に僕はそういうある意味歌謡界の今後の方々と同じ息を立ち上げたんだなという感じです。いいですか。いただきます。すみません。おお。うまいね。やっぱうまいね。うまい。もう
ね、息も耐えられたし、今年俺の練習パターンだって来年は彼らがね、こういう公開率主役にならなきゃダメなんだ。はい、わかりました。そうなってもらうために俺は退くんだからな、今回に勝つ。はい、頑張ります。はい、まあ普通の新人だったらやっぱ体づきから始まって1年2年じゃないか、 G1 出るとこまでいかないかもしれないですけど、彼らはやっぱりそういう下地をね、もう十分レスリングから作り上げてきてますから、ね、体だけは。あとはいろんな駆け引きとか、ね、その技術とか戦略っていうものができるようになれば、あの本当におのずと来年でもさ、ね、まだ早いと思われても、この出た中でとってもいい潜在能力を出せる、やれる選手だと思うんだ。いきます、頑張ります。お前、俺がこんだけ熱い思いでさ、お前ら持ち上げてやってんだからもうちょっとなんかその、ね、肉食うのもいいけどさ、はい、責任感とか自分のそのなんていうのさ、野望ってものをもっとアピールしてくれよ、これよろしいです。すいません、どんどんやってくれ。いや本当、いや本当は来年と言わずに今年、小島さんを倒して、出る予定だったんですけど、まあ、やっぱり強かったんで、まあ、だからこそ来年今絶対出てやると、そのための、まあ、足がかりとしてじゃないですけども今年、G1 何戦か組まれてるんで、その試合も、まあ、すごい強い人と当たらせてもらえるんで、そこがチャンスかなと。そこで存在感を示して来年こそ出て、で出るからには一勝二勝じゃ終わらないですね。もちろんヤングライオンで優勝っていうね、偉業を成し遂げたいと思います。はい、そういう偉業を成し遂げられるのは自分しかいないか、いないかなと思ってるんで、はい、頑張ります。じゃあまあ自分はですね、一度きりなんで、他の選手より時間がないんだ、まあ、飛び級で一戦一戦全力でやっていくしかない、それが一番の近道。